知識をお持ちの方との議論という状況になって、自分の中でちょっと出せない答えがあった場合に、勉強不足のやつは来るなというような話になったと、まあ、そもそも議論する気がないということですね。もしも足らないことがあったとしたら、これはこういうことなんだよという説明を添えてくれるとかということ、そういった考え方をもっとみんなで深めていこうという元の上では、その議論はスタートしてない。どちらかというと論破するというつもりで、多分向こう側はスタートしてるんだろうと。で、ネットの中でもよく見られるのは、山本太郎こそが、唯一の選択肢であるとかっていうような主張をされている方もいらっしゃるんですけど、やはりこれではハレーションは大きくなるばかりだということだと思うんですね。はっきり言って私はネットで票が増えると思ってません。票が増えないことは議席が増えないってことなので、リアルに、票を積み重ねていかなければ令和新選組は受け合わせないってことなんですね。だから誰かを説得しようと思って、一生懸命やってくださる方はネット上にもいらっしゃるんですけれども、はっきり言ってそこから票が広がるとは私は到底思えないと思います。じゃあ増やすためにはどうしたらいいかって言ったら、リアルに確認してみよう。その中で一番私たちが、やって、もしも手を貸してくださるというならばやっていただきたい、そういった活動はポスターなんですよね。ポスター以外、1にポスター、2にポスターなんですよ。関心なくて5にポスターっていうぐらい。ネット上で山本太郎はこんなにいいよってことを言っていただいたとしても、中には、そうなんだと思ってくださる方もいらっしゃれば、ドン引きしたって方もいらっしゃるぐらいですから。だからどっちかっていうと、もうすでに考え方固まってる方々に、すでに考え方が固まりつつある、固まっているっていう人たちを説得していくっていうのは、はっきり乱暴に言うと、時間の無駄ということにならないかなと私は思うんです。であるならば、これまでそういうことがなかったとか、あまり興味を持っていないという人たちに対して語りかけていく方が私は広がりが出てくるんだろうと。もちろん自分自身の考えを深めたりとか、いろんな人たちの間で勉強になったりとか、お互いこう影響を受けてっていうことのための活動であるならば有意義なものなんですけれども、なんとか分かってもらおうとネット上でやってたとしても、結構それが広がるっていうのは私はないと思います。で、よく令和新選組は空中戦をやってるみたいなイメージがあることなんですね。これ山本太郎の最初の選挙でもそうですし、
例えば利益を上げるとか、とかっていうところを見ていくと、なんかネット選挙を2013年に解禁されて、ネット選挙でこう、なんだろうな、作ってきたみたいなイメージがあるんですけど、ネットは勢力を拡大するためのツールではないと思ってます。あくまでも、なんだろうな、情報をシェアしますよっていう上では、その拡散力であったりとか、速報性というものは高いけれども、でもやっぱり草の根以外ないんですよ。草の根以外ないんです。なので一番もしも力を持つということならば、ポスターというところが一番大きく影響を及ぼす。で、ポスターが多く貼ってある地域はやはり得票率が変わってくるんですよね。上がっていく。本当にそれぐらい違うことなんですね。ネット上で、活動をほぼ票が広がるということにはなかなかつながりづらい。それを考えながら、一人でも多くの方に目に触れるようなポスターを貼るという作業、一番しんどいんですよ、これ。本人が言っても断られるんですから、ね、何しに来やがったみたいなこと言われるんですね。いや、何しに行って申されましても、ポスターをですねみたいな、いいから帰れみたいな話になったりとかですね。失礼いたしました、チラシだけでもお読みください、ポストに投函させていただきますみたいな。でもそんなものがポスターじゃない、チラシだけでもつって入れたりとかいう活動の連続なんですけど、とにかくポスターを貼らせてくださいってお願いをしながら、家の近くで政治的な話題が出るっていう、日本の国内ではほぼないですよね。そんな多くないですよね。政治の話を他人とするっていう機会ってあんまり恵まれないと思うんですけれども、実際にポスターを貼るという活動から、とか政治の話をなんかこう日常的にやっていくことのきっかけ作りっていうことも意味がありますので、決して心が折れることなく断られても、それには大きく意味があるというふうに思いながら、力を貸していただけたらなと。で、まあ、議論という部分で、詰まっちゃったら、ぜひ教えてくださいってどういうことなのかということが一番最強です。私も、この場を始めるときに、満足いく答えを出せるかどうかは分かりません。山本太郎ですから、その際にはご存知の方が教えてくださいというスタンスで取り組んでます。やっぱり例えば、街頭でどなたでも質問して結構ですという話でマイクを持つっていうのは非常に緊張するんですよ。だって答えられないことがおそらくほとんどでしょうから。だって多岐にわたるじゃないですか、社会問題って。それに対して明確な答えを全て出せるっていうようなはずもございませんので、逆に言ったら分からないときには教えてもらおうというスタンスだから街の中に立てるということなんですね。なので、もしも他の方と議論を進めていく場合で、もしも自分が分からないことがあったら、その点ちょっと教えてもらっていいですかっていうことを言うと、逆に向こうも実は知らなかったりってことがありますから。結構そういうパターン多いかもしれません。なので、そういうスタンスでやっていくと、もう少し、なんだろうな、平和的にというか、対立を作らずに、こう、進めることができるのかなと思うんですけど、まあ、山本太郎的に一番、広める方法として、確実な方法、やり方は、ポスター。一番しんどいけれども、その方法が一番いいだろうと。これが一番大きく宣伝をしていただければということです。すいません、ありがとうございます。他ございますか。じゃあ男性の方か女性の方いらっしゃいますか。女性の方、あ、じゃあ一番前の方、一番前です。どうぞ。こんにちは。とても聞きにくいことなんですけど、実はこの前の選挙の時に私、れいわ新選組を応援させていただいてたら、友達が山本太郎さんに対して怒っているっていう友達がありました。で、その方の主張は、震災後の太郎さんの発言で、福島の方に対する発言と、あとは以前バラエティーだったと思うんですけど、竹島の発言を今でも起こっているから支持しないという形で、最終的にはその
怒りに歩み寄るというか、怒ってるんですねっていうことを私は答えられなかったんですね。おそらく日本の中に私の友人と同じようにあの時の傷ついた気持ちを今も傷っていて、今の太郎さん の、 行動や思いに耳を傾けることすらまだできていない方がたくさんいるんじゃないかなと。その方たちに向けて今太郎さんから何か伝えたいことあったらお聞かせいただけたらと思います。ありがとうございます。山本太郎を支持しない理由として過去の言動であったりというところが引っかかっていると、だから応援することはできないということを言われた、その方々に向ける言葉は何があるかということですけども、これはどういう理由で言ったのかという部分も含めて、おそらく知っていただかないことには、理解が難しいと思っています。で、竹島についてとかなんですけども、これはテレビ番組ありますね、そこまで行っていいんかという番組ですね、なんか関西系の番組でありますが、で、私まだ芸能界にいた頃です。芸能界にいてまだ原発も爆発してない時ですね、そのずっと前だったんですけれども、アンケートが